トゥブミリヒクベウエテクテキリヒ。はい、というわけで本日も、かくれんぼやっていきたいと思います。なんか心なしかこの部屋に入ったラドロシーちゃんがなんか心細そうな顔をしているような気もしなくもないっていうね、まあ気のせいでしょう。まあいろいろ調べましょうか。じゃあこれが一番最初に気になるよね。女性のものを探してあげようもうわかんない。女性のものって何ですか？女性の肌着か何かですか？すぐそういうね、下の方に行こうとする私がいますけど、何ですか女性のものとは。で、どこに、どうしようか。次はこれ、じゃんけんポンチョキ。ん？どういうこと？じゃんけんポンチョキ。はい火が消えたろうそく立て、何かをなくして魂が欠けたようなこの、え、この女性、はあ、はあ、火が消えたろうそく立て、左の部屋に行ってみよう。わ、血が、なんもない。バツバツの日記がある。読む？読む無、何もしない無。1月8日、ドロシーに友達ができたみたい。ドロシーはその友達と遊ぶのがとても楽しそうだかな。今日はドロシーが友達からウサギのぬいぐるみをもらったと喜んでいた。ドロシーはそのぬいぐるみを格別に、なんだろう、なんとかした。庭の手入れをしていた二人のメイドが鶴に首がかけられ死んでしまった。私よりドロシーのショックが大きいはずだ。心配だ。ドロシーの、なん、ん？コガだ。顔も暗いし、何かをずっと見ている。どうしたかと聞くと、過度に驚きながら何でもないというだけだ。家の使用人がも分からず次々と死んだので、わかんない。わけも分からず、かな。ドロシーがかなりショックを受けたようだ。心配になって病院にも何回か連れて行ったが、別に問題はないと言われるだけだった。ドロシー、私の可愛い娘、後ろに血がついている。あ、頭が。ドロシーがこんな表情を見たちょっと初めてな顔表情。うわ、あ、ない、これあれだ、アプリの人だ。アプリの人ってなんだ。アプリのサムネイルの人だ。これは何？使用人の人？お父さん？お兄ちゃん？お友達？わかんない。今、誰？いやね、今の誰だろうね。かしいがするベッド。懐かしい匂いがするベッドかな。お父さんでしょ、多分これ。お父さん、何か書いてある。睡魔で調べてみる。もっと、単純に考えてみたらとても簡単なはずと書かれている。はあ、何かある。睡魔で調べてみる。え、木のカードをゲットした。え、なに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 、記号のカードかな。足すマイナスかける割る、そういうことじゃない。はいはいはい、はい、なんじゃ。鏡に隙間がある、隙間がある。え、これを使うとか。あ、違うんだ。母さんが使っていた化粧台が書かれて、あ、これお母さんの部屋か。お父さんだと思った。母さんが使っていた、埃が溜まっている。母さんが使っていたソファーかな。中に何かが入っているようだ。え、取ろうよ。なんか引っかかって取れないってこと。なんかアイテムはゲットしたけど何に使うんだろう。これか。あ、でも分かった。これだ、多分。じゃんけん、ポン、イコールチョキ。これを使ってみようか。よ。順番通りに押してください。チョキになればいいんでしょ？ん？待って。2になればいいってことだ。なるほど。待ってね。
これかな。なんか掛け算からやるんだよね、こういう場合ってね。で、やっぱグーは0で、0かける5で0でしょ。で、2足す0で2っていう感じか。あ、来た！おー、来た！そういうことだった。いや、ごめん、ちょっとね、俺ほんと算数すらどうやってやるんだっけって思い出せない。いや、確か掛け算から先に計算するんだよね、こういう時ってね。いやー、ダメだ。はい、長い。なんかこういう簡単な問題もね、忘れちゃうんだよね。これ結構常識？常識な感じ？常識な感じなのかな？ちょっとあれ、セーブがここに。よし、常識な感じなのかな。これをどうすんの？長い、あ、これ長い、何、何かを引き出せる。長い、なんて読むんだろう、これ金属の何か、長い、何か、長い、長い金春、ここでしょ多分。この隙間にやるんでしょ多分。違うかな。ん？違った違いましたね。行っていない部屋に行けってことでしょ、とりあえず。まずはここ行ったんだっけ。ああ、施錠されている。お、こっちがお父さんか。ランプの光が暗い。ベッドの下に何。え、ベッド、ベッドの下、こうかな。え、調べてるよ。下で物音がした。隅まで調べてみる。あっ、いやいや、ベッドの下にって言ったやん。ずる。え、どうすんのこれ。じゃこんなトラップあり。このベッドの下には罠があるから見てはいけませんっていう合図だったのかもしれない。鍵の穴っぽいものがある。これじゃない。なんか長いものを突っ込め、穴があれば突っ込んでしまえみたいな。れている、何、壊れている、何何何、ほこりが溜まっているハンガー。はい、父さんの大好きな洋服。花が枯れている。うわ、ちょっとベッド調べたくないな。ちょっともしかしたらだけど、こういうこと？あ、来た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 。あちこちごそごそ。ごそ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 じゃないんだ。あちこちごそごそ。何か引っかかる？あ、あ、来た。鏡のかけらをゲットした。なるほどね。はいはいはい、そういう合図だったのね。でもあんなのなしだよね。やば、あちこちごそごそ可愛かったな今。表現がわからなかったんでしょうね、多分作った人は。はい、ここに使うと、あー来た、丸い鏡。え、ひひ、え、なになに。いや、なんか来そう、襲われそう。廊下の方で笑い声が聞こえた。行けってこと。え、大丈夫？いないけど。いないよ。セーブすげえするから。これか。何かをなくして魂が欠けた。これをあげればいいのかな。あ、来た！パターンとドアの音がした。あ、簡単じゃん。女性のもの、あー、なるほど！そういうことだった！じゃあ行きます。はい。お、なんかいろいろ倒れてんな。あ、待って、これ来たんじゃない、ついに。ドロシーと家族の写真じゃない。行きます。家族が機械に笑っているかな。なんか首にさ血が垂れててさ、その血がさ紐みたいで、全員首吊りしているけど、なんか不気味な顔みたいな感じに見える。俺はそう見える。皆さんはどうでしょう。いや別にね、かっ、うわ、なんで吠えたの。片方の目がない狼の剥製。じゃあこっちも何かある。何かある。何かはあった。隅まで調べてみる。ドレスルームの鍵をゲットした。ドレスルーム、ここか。施錠されている。ちょっとこっち側はとか行ってみたいな。
あ、施錠されている。え、ドレスルームはどこ？いや、まあ、ここっぽいよね。ここじゃなかったら、まあ、3カ所のどっかでしょう。あ、違う。こっちかな？違う。音がしない。ということは、ここか。あ、いた。入ります。うわ、ちょっと待って。ちょっと待って。セーブ病が。ああ、怖え。こう来て、こう来て。はい。なんかあるよ。ネックレス。はい。ドレスルームだからね。なんかいろいろあるんじゃない？あ、なるほど。これなんだろう。お父さんがあなたを、え？してあげる。洋服が入っている、施錠されている。何これ。 1,2,3 何桁まで入れられるの。違うと。なんかヒントがないと開けられないな。なんかヒント的なものは、時計、男性用の靴。ちょっとわかんない。ノーヒントなんだけど。アクセサリー、なんかないのかな、ヒント。なんかありそうだけどな。ヒントになりそうなもの。お父さんがあなたをあげるよ。あ、そういうことか。ふんふん、読む。はい。1月8日。1月8日ではない。今日はドロシーが友達からウサギのぬいぐるみをもらったという。あ、ウサギのぬいぐるみってあれじゃない、襲ってきたさ、のどごしラビットアキラさんじゃない？違うかな。庭の手入れをしていた二人のドロシーの子だ。誕生日とかじゃないんだ。後ろに、あ、1月21日かな。121。1月21。どうよ。ふん、違うんかい。あとなんだっけな、あと何日があったかな。何日があったかな。あ、割れた一角に124と書かれている。気づかんよこんなん。これ、こういうこと、こういうこと。嘘やろ。すーげー探し回ってたけど。された部屋の鍵、なになに、なにさ、あ、あ、なに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 、なんか来た、あ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 、ちょっと、ちょ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 、あ、お、どこまで、どこまで行くの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 、どこまで追いかけてくるの、どこまで追いかけてくるんだって。え、どうすんの、どうすんの、これ。どうすんだ、どうすんの。やばいって、やばいって、やばいって。どうすんだって。え、どうすんの。え、ちょっと無理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 。はっ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 は。いやー。マジかー。どこ、どこから。すげえ迷ってた。あ、ここか。ああ、一応フラグを立てて。え、どこに逃げればいいんだろう。124入れるんでしょ。124エンター。はい、ゲットした、ゲットしたとなった途端に追いかけてくる。え、どうすんの、どうすんの、どうすんの、これ。本当にどうすんだろう。こっちに行ってみればいい？あ、いけない。こっちで。こっちは？ああ、こっちに逃げるんだったんだ。叩いてるよ。あ、あ、入ってきた、入ってきた。なんで入ってきた？え、これど、逃げれば、逃げれば勝てるゲーかな。こっち、こっち逃げたい。こっち。あ、あ、巻いた。怖え、戻りたくねえ。ちょっと一回、こっちでセーブさせて、怖いから。あ、ない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 。もう急に開くなよ。あ、こっちセーブできないわ。ええー。
やだ 行きたくない こっち行けってこと？どこかを開けられる鍵。ここ開くのかな？ここの鍵だっていうこと？違うやん。戻れってこと？いるじゃんだって。ね、ほら、いるって。で、なんでこっちは毎回さ、開くの？なんかここ入るときも開いたよね、前。これじゃないの？これでしょ？ここだって言ってくれ。違うのかよ。だってうろうろしてるよ。ほら。わかりません。どうすればいいんだろう。もう速攻で使えばいいってこと？これどっかで。多分そういうことだ。こう言って、どっかの鍵だっていうことだ、多分。12よね。どこの鍵なんだろう。ちょっと、冷静に考えて一番逃げられるところから攻める。ことにする。124。いくぞ。いけ。こう来て、こっちから行こう、こっちから行こう。はい。無理だって。どこの鍵なんですか、これ。あの悪霊はさ、いなくならないしさ。どん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 、さっきどん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 ってやってたよね。どん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 ってやってたから、なんとかなるんじゃない？これで、あ、違う。ちょっと何回目だこれ。じゃ、こう巻こう。とりあえず巻こう。巻いてから、あ、危ね。あー、怖い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 。で、どん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 させよう。どんどん、危ない危ない。危ない危ない危ない。どんどんさせておいて、これなんか隠れるとかできないのかな。これなんか倒したいんだけど、こいつをどうにかして倒したいんだよね。倒したい倒したい。危ない危ない危ない。ちょっと、ああ、神回避。危ない危ない。ここなんか隠れるはしないのかな。そっちから来る。いや、もうこれどうしようもないじゃん。こっちか。やっぱこっち逃げるしかないじゃん。意味がわからないもん。もう死にたくない、これ以上。雲のとこ戻っても大丈夫かな？戻っても大丈夫だって言ってくれ。あ、大丈夫だった。こう来て。あまりの恐怖にここから始めたくなるっていう。はぁ、セーブしよう。怖えー。ここに、セーブして、はいといったところで、一旦この辺で終わりたいと思います。いや、ちょっともう突破できない。突破できない。次回はまた、あそこをどう突破するかね、ちょっといろいろチャレンジしていきたいと思います。ちょっとライフもないからね、回復してからやります。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。